7万の収入で6万の家賃に住んじゃった。もう俺ほんと1000円しか残らなかったんですよ。15日ぐらいに残ってて1000円しかなかった。どうせ死ぬと、どう噛み砕いても殺せないの無理だから、俺の家の近くのパチンコ行って3万ぐらいになって、それで生き延びたりしてた時期もあるんですよ。カイジよりカイジでリッチ立ってるから。はい、ウェナTFM のジャンネルです。はい、居酒屋。いやもうここしかないと思って。元仙台の唐沢選手とお願いします。現在は MC フェルナという、はいはい、トークリーグ一部、優勝するかどうかって瀬戸際のところですね。とおなじみ、岩田です。お願いします。はい、これ高野とこれやりたかった。あー、やりました。夢を番組したい。今すぐ番組しようよ。番組したい。二人でやったらいい。プラスだからこういうのに原さんみたいにゲスト一人入れてルーツ聞きながら。そうそう。また前回行くと。そう。やめろ。すぐカットしなきゃいけない。バーベガセ。お前これまさきが大変なんだけど。カラさんは、なんでペイヨンかというとね、仙台の OB ですね、元 FD が方だってやった。いや、なぜか俺が呼ばれるっていう、トモヤか、タケシトモヤっていう。トモヤでもあの時いなかったですよ、1個前で呼ばれているんですね。そう、だから2回目だったんですよね、年一の活動のペイヨンで。いや、俺めちゃくちゃ嬉しかった。この人はちょっと化け物だっていう、なんかそれのために来たみたいに言ってました。俺はそうだよ。それではこうすごいなと思って、今回ねゲットオーバーに、はいはい、参戦いただいてドリームチームとして出ていただきました。結果はドリームチームじゃなくてゲットオーバーカップの YouTube 見てください。はい、タカトのルーツとかさ、よってきたお前どうってないよ。それがジンジャーエールだから。原さんは元ね、エブリーガーで湘南トップ上がったんですよ。湘南、そうだね、ロンドリーナーに24歳ぐらいで、24でここから始まる。新造国明は、そうだね、大学の一個下の後輩、新造国明琉球、そうだね、大学行って、まあ、サッカーそこでやめて2年ぐらい社会人して、はい、で社会人 その会社の上司が結構日本代表とかのスーツ作ってて、なんかそんなもったいないお前そんな若くスーツなんか作んなくていいスーツの会社だったんですよ。はいはいはい。そしたらなんかそのたまたま木村和司さんと金谷由紀さん紹介してもらう機会があって、でその2人に会うとこに行ったら、その時のベルマーレの監督の小野さんの方が、その世界ロンドリーナーっていうその株組織あるから来てみないみたいな感じで言われて、行ったらめちゃくちゃハマって、はい、全部正社員辞めて、あ、そうなんだ。平塚の焼き鳥屋さんのバイトから始めた。へー。半年ぐらいでトップに上がった。はいはいはい。そのベッチーゲン、そんなちょっとやシーズン前に辞めることで基本いないんだ。で、原さんが上がったんです。少年団、そう、普通の少年団でやって、中学校にベルディレッジっていう、あ、そう、ベルディレッジ。それもでも中3の時に辞めて、ああ、そう、受験で、高校は全然サッカーとかそんなに強くない。はいはい。あ、そう、経過ですね。そう、経過高校、経過高校休憩台に行くのがすごいな。その決断は何なの？なんか2校目の先輩に琉球に行った人がいて、あ、経営から、そう、でサッカー部で、サッカー部、はい、で、なんかお前もチャレンジしていたらどうだって言って行ったら結構面白い。じゃあ文化サッカーどうか受けたら受かって、スポーツ推薦。はいはい。そんなにじゃあトップチームには行けなかった。受けなかったね。JBL に何試合か出たぐらい。はい。ドラゴンズ。ドラゴンズにも2年生で行って、はい、でもサッカー的にはやっぱりそんなにこう頑張らなかったって言ったらあれだけど、そんなに中津飛ばずだったの。これじゃあ小野さんに誘われて、そう、湘南行って、そう、湘南行って、で仙台。そうだね、もともとなんか湘南にいる時に
仙台に1回だけなんかレンタル移籍みたいなのがヒューマカップだけ出て、そんなことありますか？コーレ仙台ってまだボスコーレの前身の時にまだ F になってないとかヒューマカップ出るんですよ。でまあ、湘南でちょっと出る機会を失ってたから、そこでちょっとレンタルで行ってこいって言って、行ってプーマカップだけ出て、でまた湘南戻ってきたんだけど、なかなか出れなくて、そのタイミングで仙台に声かけてもらって、でその時まだ F リーグじゃなかった、準加盟、準加インリーグっていうのがあったな、そうですね、あって、で、自分も決断して仙台に移籍して、だその時一緒にプーガーと一緒に上がったの。はい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 、仙台で3年ぐらいやってで、そのままじゃあ今のベルダデイロに、そうベルダデイロになんか結構お世話になってた人がいて、はい、でちょっとやろうかなって言って、その時県2部だったそっからじゃあ上げてそう県2部でやって県1部東北2部東北1部で8年ぐらいかかって去年優勝した東北1部。すごいっすね、泣いたでめちゃくちゃすごいのさ、よくない？なんか F リーグでこうなんかバンバンやるのももちろんなんかさ大事だと思うけど、地域リーグとかでさ結局はさトップオブトップじゃん、その F リーグってこの今下のここが一番大きいじゃん。ここでなんかこうもがいてちゃんとやってそう上げるっていうのも結構力いる。なんか県2部も、もう入った時にわりかしもメニューとかシートってやってくれみたいな感じだったね。あんまいないんすか、東京いなくて、そう、いなくて結構俺が厳しくしちゃって結構それで辞めちゃった人もいたりだし、葛藤あるなって地域リーグのね。そう、そう苦労してますね。そうだね、わりかし地域リーグでさ、準備ならさ、県2部でやって上がれないとか、いや、そうだね、前らふざけんないのがやっぱちょっと熱量が絶対違うじゃん。今もやってるもんね、ゼロ。そうです、だからそこの勉強も含めて自分のシードも、はい、まあ、一番上もシードで、まあ、下の部分がまあそれで、まあ、経験がまだ少ないカテゴリー、そしたらこれからやりたいみたいな、上と下を知るのいいって言うじゃないですか、シードも。それでまあ勉強含めてめっちゃ一生懸命やってるの。めちゃくちゃマジか、本当にそれに自分が入って言う、はいはい、めっちゃわーって言っちゃってたから、まあ、それは反省はあるけど、俺 F リーグ辞めてから地域リーグでやってた時はフットサル上手くなった。絶対そうです、それはまあありますよ、なんかやっぱ駒になってるところから、その中心で自分がどうにかしらそう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 、あそこがやっぱこう成長するじゃないですか、うん、なんかよくあるのがトップで俺もやってて、そのセグンドに落ちてセグンドで関東リーグとか選手権やった方がいいプレーできるみたいな、そう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 、ちょっと余裕が出て自分が中心にやんなきゃいけないってやると、やっぱ責任感が自覚も出て伸びるみたいなとこは余白ないと思う。そうリーグの時もアップアップだったね。わかりますよ、常にその数字とこう数字とね、こうあとは結局仲いいとはいえちょっとこうバチッと練習ではするし、競争がチームに競争あるじゃないですか。そうだね、もうそれ自体そんなにめちゃくちゃ取ってはないけど、でもまあそっ、うん、トータルしたら10点ぐらいじゃないかな。ここからはちょっと高藤、小学生はあれだ、だってさ結構あれ有名じゃない、小学校。あ、そうですよ、小学校は広島では強いし、いや、まあ、ローザって知ってる、お父さんがマスコのコーチやってるんで、指導者ずっとやってるんですよ。その小学校の時お父さんはフットサルのつながりがあって、そこで稲葉孝太郎とか小野君とか中島隆史とか呼んで、はいはいはい、そこで僕フットサル出会ったんですよ。実際ずっと小学校の時はフットサル俺はもうやりたいってなってたんですけど、やっぱ広島でフットサルのできる場所なくて、やっぱもうないしね、まだないですから、しかも小学校なんで、あ、そうか、そう、その時やりたいと思った頃は、そしたらそこのローザスの代表の人がフットサル場を作ってくれたんですよ。で、僕らは中でも練習しながら、そうだから強かったです。まあ、めっちゃフットサルをガッツリ練習したわけじゃないですけど、フットサルのコートでどうやったか、そうやってたから、あ、そうなんだ、コートで慣れてたんだ。そうそうそう、あの時代からやっぱ強かったし、結構さ、生粋じゃん、生粋っす、俺はもうね、だからね、だってさ、クラークもさ、もうフットサルチーム、フットサルチーム、部活がフットサル専門なんで、正直、サッカー選手への憧れがないんですよ。
そうね、フットサル選手が神様みたいな感じで、はい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 、だから F リーグの選手がこれからしたらあのみんなでサッカー界のさ感じなんですよ。稲葉浩太郎さんとかとかあの時代の日本で守りを変える、はいはい、難しかったのは自分が F リーグの舞台行くじゃないですか、ライバルなんですか。で僕は見てちっちゃい頃見てためっちゃわかる選手で憧れが勝ってしまってめっちゃリスペクトがしすぎてしまう。これさ別に一緒よ。俺上野さんの選手全員リスペクトがある。気ぃ使っちゃうというかさ、なんと 100% 出せない感じ。なんか、なんかでもそこマッチの時はすごいみんな若手をこうやるっていうのもあったんであれだったんですけど、ピッチの中でうわすげえみたいな、わかるわ。周りの若手見ててもで俺がのし上がってきてやろうとか、まあこいつら食ってやろうみたいな。正直フットサルから見てなかったんですよちっちゃい頃に。同世代は僕がちっちゃい頃は見てたからやっぱもうリスペクトが勝っちゃうというか憧れ、もううわ俺ここで一緒にやってんだっていう浮かれ気分だから良くないんですよね。だからめっちゃわかる。俺もじゃそうだもん。それはあったかもしれない。俺なんて最初の FB がなった時に翔太くん、太郎くん、ゆうす、富山ゆうすけさん、太郎さん、高橋くん、すごい三山哲一大丈夫ですか。でしょで、トリくん、モッサン、オグさん、カツさん、なんで俺みたいなっていうのでもうキーパー藤原潤じゃないですか。ちょっとやばい。それはでもまあ思う人、いやだからそこはでも同じ舞台立つんだったらやれよっていう意見も分かるけど、そうそう、ね、でも逆に言えば俺の気持ちは分かんないです。分かんないよなあれ。だってもう本当憧れた今ちょっとプレーできたっていうのもあって、だからそのウルタサル選手が日の目浴びないのが悔しいんです。そうそう、俺が憧れてる人たちが日の目浴びないのがめっちゃ分かるわ。それがムカつく。ムカつくよね。だからなんでか知らないけど、まあ、サッカー選手にも期待持ったし正直に、だからまあそれは何かのイベントとかでもあのフットサル選手より違う選手がシェアされてたら、分かる分かる、お前らほんま見る目ないなっていう、まあずっとちっちゃい頃からあったんですよ。まあ、だから今もだからこそ今の活動は続けてるところは原動力みたいな。で中学校もサッカーやったんですけど、フットサルどっかでしたいなと思いながら中学やってたんですけど、そのローザス、僕が初期なんですよ、もう小1から、スグルいるんですよ、俺とスグルがもう初期なんですよ、ローザスの原点で、ずーっとやってきて、中2で俺辞めたんですよ、サッカーが楽しくなさすぎて。っていうのも、体も強くなかったし、足もそんな速くなくて、やっぱ中学校になるにつれてでかいやつがいい、はいはいはい、足速いやつがいい、面白みを感じなくなってしまって、はいはいはい、で、やめたんですよね。そっから1年間僕家に帰らないぐらい飛行に走って、サッカーもう1年間ボール蹴らずに、あんだけ好きだったものをもうなんか本当に飛行に走って結構家にも帰らないし、まあ、それで親との口も聞いてもらえないみたいな時もあったんですよ。で、進路の時にお父さん的にもやっぱずっとサッカー選手、フットサル選手として育ってきたかったのにこうなってしまってるから結構距離が空いたんですね、話すの。俺ももう会わす顔もない。いざ進路どうするってなった時に、家に帰った時に一つのパンフレット、俺の父さんが渡してきたのがクラークだった。フットサルので、俺はもうそこで正直行く高校もなかったんでどこも無理って言われたんですよ。はいはいはい、何でか分かんないけども行くって言ったんですよ。俺はもうやるって、今までそこのなんか申し訳なさと、あとやっぱ俺はボール蹴ってないと無理だって言って、なんかわかんない、行くって決めてからちょっと動き出したというか、フットサルへのまた熱が、マジ親父に感謝した方がいい。そうそうそう、マジで感謝。それ出てきてなかったら多分俺は地元で、うわやばい、マジ親父さん超よくて、やばい人生送ってたと思う。マジでありがとうそっからだって弟もそう兄を追ってるんだ。兄結構その上に行きたいっていうやつが、その太平ってやつと、もう高とだったから、いや、お前らはもう本当に関東に出ろと、そしたらやっぱ関東にいる、まあ、そうだね、中心だから、本当にその2人組とか、個人戦術、グループ戦術学ばないと、
上には行けないっていうのを言って、で町田、二人とも町田、俺最初は浦安行けって言ってたんだよね。ちょっと浦安さ、高田と大変紹介するからって言って、でもどっちやったかって言ってた。いや、俺は浦安行ってない。行きたいみたいにならなかった。どっちかっていうと町田だと。いや、あのね、多分町田に受かったから、いや、浦安行ってなかったですね。いなくなった時期かもしれない。それでちょっと町田の方がとかがあって、りょうさんがいたんじゃないですか、小川りょうさん。あ、そうだ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 。あ、そっか、神戸から。あ、そうそう、ずっと面倒見てもらってて、めっちゃ覚えて知ってもらう。あ、そりゃそうか、その時にいたから。あ、湘南にいたからね。これちょっと分かるか分かんないですけど、好きだからこそ行けなかったんですよ、浦安に。あ、そういうこと。それは俺深いね。深いわ。いけなかったね。知りたくないっていうか、憧れのままでいたいみたいな。はい、なんかいけなかった。一緒にやって、ちょっと迷惑かけたりとか、例えば。そのなんかね、なんかわかんない。だからその怒られる世界線とかがイメージつかないから、はいはいはい、同じ土台に立つと、ライバル、言っても戦わないといけないし、そうだね、チーム内で好きなままでいたいのもあるし、やっぱりいろんなのが見えるじゃないですか、選手って。プレーだけじゃないじゃないですか、メール出ないとかの環境。お前、そこまで考えてたの？ありましたもん。だちょっとありましたね、浦安好きだけど。あ、逆にね。で、浦安行けてめっちゃ言ってたもん、ね。いや、まあ、そしたらまたプレースタイルとか人生に変わってたから。変わってたから、変わってたから。確かに。俺だから、まずなんならこんな技術ありやだと思ってなかったもん。神戸の時はマジで下手なキョロだと思ってたね。そしたら、あ、意外にこいつは技術ある松田のプレー見て俺知ったの。で、松田になってからさ、SNS とか頑張りだしたの。で、そっから、あれこんな、なんか俺も結構さ、足元のそのリフティングとか結構得意やったから、俺より全然上手いと思ってた。だからそれで、あ、こいつこういうの持ってたんだと思って。マジで、もう俺 YouTube やってよかったなと思ってるけど、うん、俺、ほんとにあの時のタカとは、なんかちょっと絡んだらまずいの。まずいよね、なんか、まあ、それあったかもしれないあの時でもトップ。あ、でもあの時、いや、行きかけたぐらいか。練習行ってるぐらいの。松田に久しぶりに会ったのに、俺が絡みたくないと思ってた。その理由が、もうそのなんで死んでる顔だったんだっていうね、理由があるの。いや、もうそこは、それでもさ、どうなの、言っていい？俺は言っていかないといけないと思う、外部が。中の人はやっぱ言えないから。そうだね。もうこれは、まあ言おうか。俺でも、もうあれだよ。そのエピリーグがもう盛り上げたいし、そちらから盛り上げたいけど、これはもう良くなるためにじゃあ。あ、でもそうだった。そうね。逆に、俺はこれだけ熱持って生活が苦しい、ずっとサルカイを言えるのは、俺しかいないと思って言ってるんですよ。だって、別にみんなそこまで、あの、太さんのあれに対してあれですけど、もう俺に夢を与えてくれた場所が、それでいいのかっていうのが一番俺は強いんで、そうね。いや、多分全然あの言えるんですよ。思いが強いってことだよね。はい、めちゃくちゃ強いんで、俺の前でいいのかと。ここに目の前にフリーのトップがいたら、全然言えます。直接。あ、本当に言えます。ただ今、弟が今フリー界にいるから、俺は結構今考えてるんですよ。あ、そうね。俺を目指してるからね。そう、邪魔はできないし、で、あと今頑張ってる選手はね、本当にね、選手はね、罪ない。だってもう本当同じように頑張ってきたから。いい選手いっぱいいるし、いい選手めっちゃいるし、本当に今も、ね、若い選手も出てきてるし、本当俺、まあ、ベテラン大好きなんですけど、ベテランもね、いい選手残ってる。それは言っていかないと。そうじゃないと、やっぱ若い子が、僕結構若い子とかと話すときにやっぱ目指そうってならないんですよね、フリーが。だからまあ俺はその時アスピにいた時より生活が苦しくなったの。土日奪われて。そうだ、時間もまあ。年齢もあるし、仕事もできる。そう、まあやっぱ若手だからやっぱ勝とうと思ったらそれ時間作ってトレーニングが勉強する時間もないといけないし、余裕もどんどんなくなっていくじゃないですか。そもそも。めっちゃわかる。その時に仕事をずっと8時間も入れられる場合じゃないね。正直トップの世界でやるっていうのは。だって。そこで活躍したいからね。そこで活躍。で、まあやっぱトップの選手は、トップのトップの選手たちは結構築き上げてるんですよ。スクールを少し2時間やって、あとはトレーニングやって、まあ僕が見てる限り町山選手はすごい時間をうまくトレーニングだったり、いろんなケアだったりに使えてたんだね。てたのね。俺、名古屋されたときまさにそうだったの。実家から通ってるやつと、俺はもうなんか各国で来てんだっていうやつとの
こう、なんかちょっとわかる、そうあります、ね、余裕の差がさ、はい、その葛藤はすごいあって、まあ、で俺これ言うのはダサいと思ったんですよ。今は言うけど、勝負の世界だから別にそれはいいけど、でも実際やっぱちょっとあるんですよね。一人で来て、飯も全部いろいろ何も全てやりながらってなると、まあ、想像以上に厳しい世界だったんで、おかげなんてっていう。その時にまあ親に結構借りて、お金を借りて、親は親だから挑戦を応援するしいいって言うけど、俺からしたらそうだね、トップに上がって親に迷惑かけてどういうことって なってきたんですよ、どんどん。それがちょっとしんどくなってきて、続けるしやんのかな。はいはいはい、7万の家賃。まあいいやと思う、室田のためにじゃあ手伝ってたで、これで俺もベテラン、こういう話をベテランの選手みんなもう大爆笑でも大好きで俺のその話がで、これ使えるか分かんないけどいやもう使ってこ、もう、ううのあの見たら見たよ、もうあそうね、それ一時期やばい時なんて、あのもう俺ほんと1000円しか残らなかった時あったんですよ。で、もう俺あと月にあと1ヶ月あって、あ、1ヶ月で給料じゃない、でも残り15日ぐらい残ってて、最初で俺はもうこれもうどうせ死ぬと、ああどう噛み砕いてもこの線は無理だから、うん、俺の家の近くのパチンコ行って1000円だけちょっとやってみようってやったんですよ。ちょっと3万ぐらいになってそれで生き延びたりしてた時期もあるんですよいやお前それだからギリギリだよね。いやお前戦ってるよ、戦ってた時、これに関してはみんなそのレジェンド先輩たちは本出せるよお前っていうその不正面みたいなお前すごいマジカイジよりカイジでフィッチ立ってるからすごい、いやそうよね。でも俺は絶対それはその頃はやっぱ夢を壊しちゃいけないと思って、そうね、めっちゃわかる。でもそれこそさっきの子供の頃思い描いてた俺何してるんやろみたいな、フリアなって恥ずかしいなみたいな、親にも金借りて、なんかこの情けないことしてみたいな、でそれが結構自分の中で積み重ねて積み重なって終わりきった。もう本当、いやあれなんか俺すごいなと思ったけどね、あの決断。いやなんかと若かったじゃん。そう。そうで、その辞める時、なんかあれ23？2とかです。2とかそうだよ。あ、そっか。そう。しかもだってトップで出たりしてた。そう。で俺は結構行って28ぐらいで。グレー戦見たから、そのいやもうこれだったらっていうのはちょっとあったから俺やめれたけど、踏ん切りがあった、踏ん切りはできたけど、お前に関してはまだいやもうやれよって俺なんかそう思える。はでもみんなに言われて、いやお前もったいないし何もしてんの、うん、もうそれこそ尊敬してる先輩たちからもあるし、でもねやっぱ硬かったんですよね石が、っていうのと、それこそレジェンドの人たちは退いていた人たちは普及活動ちょっとずつでもしてたんですよ。それこそゆうきくんとかも YouTube 始めた頃で、でも俺ずっとそれ見てて、結構僕からしたら F リーグは憧れの場所だったんで離れるのも結構覚悟いりましたけど、逆にでもこの普及活動を若いやつが知るやついないなっていう、ある程度経験してやっぱレジェンドになってからやるとか、解説したり仕事したりしてるのは見てるけど、で逆にこう僕と同じようにこう生活苦しくて辞めてる人たちって結構本気でフェードアウトしてるんですよね。フットサル関わらないぐらい、ね、若い俺にしかできないね、できないフットサルの魅力の伝え方あるんじゃないか、だからもうあの辞めた時点で YouTube やろうと思ったし、はい、辞めた時点でそういう普及活動みたいなのをしようとはずっと思ってた。ちょっと好きになりそうだ。次なんかあのやっぱこのさバックボーンを知ると、うん、またちょっとこうスキルがなんか苦労してる顔はしてますよ。マジマジマジ。やっぱあの時してた。あるよな。めっちゃ伝わった。なんかずっと悩んでるんだみたいな。ああ、そう。だからやっぱしかも俺大分辞める時に対談になりました時ももうなんか結構フットサルがつまんないなってなってた。だから俺がやってきたフットサルとか見てきたフットサルって
やっぱあの華やかな浦安の選手たちが華麗なクワトロをしてる 4-0 で名古屋相手でもこう回避していくみたいなさ、あれを見てきて、でも自分たちもそれを体現したいと思ってセグンドの選手たちでやるんですよ。で1日でも早くあそこのピッチ立ちたいみたいなってやるじゃないですか。だからそれを知ってやってきたのに、急にやっぱそのそうじゃない選手たちもたくさんいるじゃないですか。ロサルがこうもうどんどんつまんなくなってて、で F リーグにずっといてもじゃあお金も稼げない、これもう無理だなと思って、だって引っ越すたびにさチーム変わるたびにさ、まあ、それはそう出ないじゃないですか F リーグって。確かにその支度金みたいな、そうそうそう、それは出ないから J リーガーだとあったり、そうそうそう、いやもう苦労させないでくれよって思うんですよ勝手に今の子たち、そういい選手がどんどんいなくなっちゃうっていう。はい、以上でお願いします、はい。デザートあります？デザートバニラアイスがあります。ニラバニラアイスは、ニラはやっぱデザートないしっくせえな。はい、じゃあ大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、でも俺デルソン行く前に病んでる、半年俺家で引っ込み、あーそうね、そっから、でも俺何回か太さでやめようと思って、中毒の時俺高2でやめようとしてるんだよ。カラさんも絶対そうっすね。いや、俺は結構優等生そばで、絶対嘘、絶対嘘優等生のヒゲの伸ばし方ではないんですよ、ね。バカ野郎フットサル始めるぐらいまでは結構ヒゲとか絶対生やさないっていうちょっと爽やか系で言ってたから。あ、そうなんですか。そう、見る、ジェイソール的な、俺の爽やか時代見る。え、ちょっといいですか。え、これですか。ゆうきさんとでもなんかやっぱちょっとやんちゃしてそうな。いや、してない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 ですか。何言ってんすか、百貨店で働いてたんすか。じゃ最後に俺なんかこれちょっと俺聞きたかったんだけど、俺も結構その F リーグそのトップオブトップで やってさ、なんかまあ結局結果出なかったじゃん。それ何が足りなかったかな、これなんかやっぱこっから目指す人とかもうなんか伝えたいのか。俺は結構聞きたいのかな、みんなほとんど、まあ、これ言うとまた批判的なあれがあるかもしれないけど、運だと思って、いろんなことありますけど、実力とか。お前、西野いる、ここに今日。いや、でも俺はでも、運、いや、もう実力不足とか、俺が技術的に成功しなかったのも、もちろん全部それ含めて、めっちゃわかる。うん、だって、申し訳ないけど、お前、なんでそこまでいけてるって話、はい、努力も大して、それで、いや、わかるけどね、タイミング、運は、でも絶対あるし、なんかトップの世界って結構レベルめちゃくちゃすごい選手とかそうでもないとかは結構分かれるけど、でも出る出ないって紙一重じゃないですか、試合の。なんか確かに確かに、すごいいいけど出ない人もいるし。俺のこと指したな。いやいや、そうその感じない。いやいやいや、そういうことない。であそこで収入があったらって思うし、確かに。じゃあ実家暮らしの場所に、僕の広島に町田のチームがあったら、うん、そんな言い出すと言えないけど、6万の家賃で30万ぐらい収入があったらパチンコも行ってないし、まあ、あと一つはやっぱりずぶとさ。あー、めっちゃそうだね、ずぶとさはあるな。どうしてもね、正直あんまり、ね、争い事好きじゃないんですよね。お前も俺ちっちゃい頃から絶対喧嘩とか嫌なんで、謝って終わりたいタイプ。だからいいやつなんですよ。これ一番スポーツ選手なんだけど、例えばもうじゃあ見てきた室田祐希選手だったり、いや、まあ、ポジションが被るわけですね、室田祐希。でも普通の俺の見てた若手の人たちは今も代表行ってる選手とかってやっぱ遠慮しないし、自分の方がいいだろう、俺の出てやるって。いや、すごい分かる。でも俺はいや、ゆうきくん出てって思うタイプで、はい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 、で見たいし、あで俺は勉強したいし、俺は上手くなりたい欲は強いんですけど、そこのなんかもうお前マジでヤバいんだけど、俺と、ま、結構似てヤバいよね。だからそんなやつ誰がトップいけんねんって思いますね。でも俺はそこちょっと諦めてた部分もある。はいはい、はい、これ俺何回か奮い立たせようとしたんですけど無理だったんですよ。裏話だけど監督ともそういう話になって、お前はそのリスペクトの先輩に強すぎる。ルイスと、でだ最初の方で俺上がった時ってもうスタメンだったんですよ。そういうことにしちゃって、カオルさん、バナナ、ムロタ、俺で出してもらったんですよ。そういうことね。でもそのやっぱリスペクトが強すぎるお前はもっとこうってなってて、俺も何回かそれは試みたんですけど、
無理だったんですね。楽しさはあったんですよ、この人たちと練習できて成長できて、はいはいはい、だけどあめっちゃ激くじゃないですか。そんなことあります？めっちゃ見てる。あーりさん、すいません。もうだから俺途中からうずうず気づいてます自分で。俺は上目指せるんじゃない、でもいいんだっていう、もうそれは俺なんだっていう。タダさんも結構やっぱ優しいじゃないですか。そういうのなかったですよ。俺はなんか逆に言うとこう自分に矢印が向ききってないなって今だったの。ああそうなんだ。結構人のせいにしたり、いや人のせいっていうかもう一日一日の練習が必死すぎてこいつのポジションを奪ってやるとか、なんかそういうメラメラ感みたいなよりも、もう一日どうなんか終わらすかみたいな、終わらすかって言ったらまあちょっと言い過ぎだけど、向上するとか自分が絶対うまくなってやるとか絶対試合出れるようになってやるっていうよりも、一日一日の練習をとにかくやりきるみたいなことしかなかったから、なんかそれってあんま未来につながりづらいじゃん、その時だ多分頑張ってると思う。なんかね、意識的にはちょっと低いところですよね。そう、確かにね、そう、もう一個上ぐらいのレベルでの意識でやっとかないと、まあ、やっぱトップレベルではできないのかなとか。カラさんとかもポテンシャルはだってえげつないじゃん。これを生かす監督、いやもう辛さは全部いけみたいな、お前全部当てろみたいな、辛さ当てれないんだったらお前が悪いみたいなくらいにじゃあ言われて、そうやっても育てられて、もう俺がこのチームのエースなんだってなったら、この運っていうのはまあもちろん実力もないといけないけど、でもそれはすごい大事、その世界戦もあったかもしれないとかあったと思います。こんな話してるけど、本当によくなってほしいとしか思ってないもんね。マジで思ってないもん。めちゃくちゃ好きだからね、フットサル。いや、本当にフットサル追求すること、もう本当、もうそれが一番だけど、それ以上にやっぱさ、フットサル界がなんか良くなってほしいしかないもんだ。俺のために俺始めてるし。もう理事長したら、AV とか。何で理事長なんですか？いや、だから俺が AV 界の上したら、こんなもう、水に切るんちゃうか、勢い上がって勢いでね、何かこう変えると思うんですね。そうですよ、だってそんなこと言ったらちょっとあれだけどね、まあ、それはちょっと、これはちょっとまあ、ちょっとまたざわつくけど、ざわつくけど、でも俺は結構ざわつかしいんじゃないかと思うんですよ。そうね、なんかその身内でこうさ、そういや俺さ、太郎くんがめっちゃいいこと言ってたよ。この前、秋田の選抜で太郎くんと翔太くん来てくれたんですよ。その時にやっぱちょろっと話して、なんかあの、その選抜に絡めてそこの地域の子供たちにフットサル指導するみたいなのを来てたんですよ。それで新幹線一緒だと、たまたま新幹線さえ一緒で、これもマジで奇跡で、でその時太郎くんが言ってたのが、いやなんかその指導って、俺も最近なんかさ、日本代表、サッカーの日本代表がなんかあんだけ今すごいじゃん、でもサッカーやってきてのあれだから、なんかフットサルが本当に重要なのかなってちょっと俺思ってたの、指導してて。一瞬あのフットサルを教えること自体、別にサッカーでもちゃんとした指導されればあれだし、フットサルでも教えても、まあなんかそうなる選手、そうなんない選手は分かんないよねっていうのを思ってたんですよ。最近思い出してきて、これあのドイツに 4-1 で勝ったりして、うん、でそれをただちょっと話してたら、いやいやお前それでもそのじゃあ今のその少年団とかで試合に出れないけど、フットサルやったことで変わりましたとか、で俺らはトップオブトップで偉そうにこうやってなんかこうしてるっていうのは、そのここしかないから、ピラミッドの中のその頂点だけでこうどうにか判断してるけど、ここに行くべきってなってるけど、いやそれ以外のこうパイは大きいから、そうここをやっぱりどうにか変えるっていうことをやんないと、なんか俺らトップです、 F リーガーです、それじゃ寂しいよねって太郎くんが言ってて、そうだよなと思って、でそれで太郎くんもそういうさチーム、そういう活動とかをなんかやってるから、なんかそれがどこまで行ってもやっぱ俺もフットサル選手が憧れだから、こういう活動してても気になるんですよ。いや気になるよ、レジェンドのね、どういう思ってるのかとか思いながら、自分の活動をね、そうです、これをフットサル界にとって、まあ、やってる、フットサル界を盛り上げるためにもちろんやってるんだけど、この活動を見てどう思ってるんだろうなとか結構思うんですよね。でもみんなまあ、フットサルクラス出てくれるし、協力してくれるし、フットサル界の先輩たちでありがたいっしょ、あれな、その怒りの矛先が F リーグのトップに行っちゃうんですよ。ああ、そういうことね。もっとね、うどうしてもどうにかね、変えてくれよって、まあ、どうにか、そう、やってみた、こんないい選手たちが、こん
だけ動いてんだよっていう、何してんのってなっちゃう。ちょっとなんか熱い居酒屋になったんじゃないですかね。俺ジンジャーエールでこの熱だね。えぐいよ。もうね、えぐいっしょ。だからもうそのシラフで熱々を覚えてことだから、本当に。いや本当に読むんですよ。マジで読むんですよ。だからもうだから本物ってことだよ。本物の熱量ってこと。なんか俺が偽物みたいになったけど。ビールね。ビール頼ってねえ。頼ってねえ。長いわ長いわ。ちょっと使えないとこもある。使えないとこもあった。ワンチャンあるんで、まあそこはまさきに頼んで、あの冷麺食って終わりってと思います。はい。ありがとうということで。今日は唐沢選手と井岡貴人選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。